徳島関徳島関は山梨県にら崎市と南アルプス市を結ぶ農業用水路。延長は1 7トル。江戸深川の商人、徳島氷左衛門と島佐は、身延山に参景した際に釜梨川右岸を通り、水が乏しいために広い土地が荒れ地となっていることを知った。このため関の改作を計画し、漢文4年に甲府藩主、徳川綱重の許可を得ると翌年に、 現、稲崎支援や町、上みつぶいで着工した。この際に、徳島と正佐は、藩から芝地の開墾を請け負い、初年度のみ、水代を徴収し、2年目以降は、年貢の1割をカフされるという契約を交わした。釜梨川と小向川の合流点の下流に石を積み、袖にむしろを張ることで水をせき止め、ここを取水口とした。流路は、東高線に沿うようにし、堰の大きさは、 上三軒、四季一軒半で、天井側の部分は、毎といで暗記としている。傾斜地を通るため、右岸を削った土砂を左岸に盛り土して、石積みなどで護岩が行われた。また、途中にある丸い型石英戦力岩の岩盤層が、障害となった。五直子側と交差する暗記は最も難工事となり、一辺が1.8メートルほどの板320枚を牛枠で支えた板枠を用いて、 施行した。漢文7年の春には、現、南アルプス市のクルワデンに行ったまで、約17キロメートルの通水に成功したが、同年の夏と秋に、台風の被害を受け、席が2回にわたって大破している。徳島と島佐は、この修復のために、多くの資材を準備したが、それまでの工事費4165両を保証する、条件で席を、交付班にご入用席として譲渡し、 江戸に帰った。開通に伴って、永代年貢1割を与えることを藩が嫌い、退去させたと考えられている。この後、同年に、甲府城代、戸田真根帽子がありの村の理長、矢崎又江門に復旧を命じた。矢崎又江門秀長は大破した親戚を取水口での、遮断堤防の建設、重要区画の改修、両岸の石垣加等を行い前線をほぼ戦前の、 姿にまで仕上げたとされる。漢文10年に席は完成して、翌年に工事費と水代、年貢などを生産し、席は藩の管理下に置かれた。ただし戸田すを守る中村は約束の工事費用を、矢崎秀長に全く支払わず、借金を含む資材を投入した。矢崎秀長は非常な苦境に陥った。当初は、向川西軍新田関と呼ばれたが、 戸田天根帽子は徳島と嶋佐の校を称し、徳島関と名付けた。1965年に釜梨川、右岸土地改良事業が行われた際、旧取入口の下流に近代的な投資校を設けて、東京電力釜梨川第三発電所の放水、及び釜梨川の水を取り入れるようになった。さらに、関をコンクリートで固め、ありのに、 二十歳考外調整地を設けてこの水を取り入れる工事が国営、県営、団体営によって進められ、1973年に完成した。これによって川の導水管を通じて遠隔操作で末端のスプリンクラーに水が送られるシステムが構築され、乾水面積が1700ヘクタール以上に及ぶ果樹園地帯が開発された。席の開通後、 以下のような神殿とそれに伴う集落が作られた。矢後島、三村武清、近世農書殿二見書房、1930年、P312、ありがとうございます。